孫悟の智勇は芝氏の地防を凌駕し、序南の守りを打ち破った。奇声を上げる将兵たち、そこへ高架から孫権が到着する。時は来た。乱世に立ち、あまたの戦を戦い抜いた孫悟。そして孫悟と盟を組み、共に歩む劉備の諸君。彼らが大志を重ねて挑むは、強大な義を滑る覇道の雄曹操。曹操を倒し乱世を終えれば、新たな時代が訪れる。若き虎孫権が描く天下はどのような形を成すのか。全てはこの戦の先に。孫権が、孫策が、孫権が、孫昌公が走る。孫悟三代の熱き血潮が決戦の巨匠を紅蓮に焦がす。天下、この乱世、一体どれほどの男たちがそれを願ったろうか。董卓、袁紹、袁術、奴らは皆己の野心と欲望に飲まれ散っていった。劉備は違うみたいだな。うん、玄徳様はみんなが穏やかに暮らせればいいの。そっか。曹操はどうなんだろうな。あの男もただの野心と欲望の輩ではあるまい。今こうして我らの前に立ちはだかるからだ。そして剣、お前は天下とどう向き合う。私は兄上に、父上に、将校に、皆に支えられてここまで来ました。そうして支えられてきた私だからこそ、示せる天下があると思っています。そうか、お前ならできるぜ、天。行きましょう。この戦いを乱世の終わりとします。将校、このじゃじゃ馬め、この最後の戦いまでも戦場に立つのか。だが止めはすまい。お前もまた虎の血を引くのだからな。そうよ父様、私は父様の娘で兄様たちの妹だもの。それに今は玄徳様もいる。だから私、絶対に負けないわ。父上、ついにここまで来ることができました。見ていてください、私の思う天下、必ずや勝ち取ってみせます。うん、楽しみにしているぞ。だが見ていることはできん。俺も最後まで共にかけるのだからな。親父、やっぱ剣はすげえな。あいつが作る天下ってどんなんだろうな。今から楽しみだぜ。うん、きっと我々には想像もつかん大望だろう。俺たちは全力で道を切り開くのみ。策、共に奮戦するとしよう。乱世に命を成して早いくとせ、こうして共に戦えること、嬉しく思います。この劉玄徳、微力ながら全力で戦う所存。いざ共に乱世を追いましょう。
さて、そろそろ出るとしよう。周遊、全軍の準備はいいな。は、万事整っております。敵は本拠巨匠にての守りの構え、あらゆる策を用いてくるでしょう。こちらの策は状況に応じ発します。まずは全力で敵の前線を崩してください。うん、わかった。互いに総力戦となりましょう。大殿、ご武運を。せっかくここまで流れた命だ。息子の天下を見るまでは落とさんよ。開門せよ。孫文代、乱世の果てをかけてこよう。この城攻め、兵力の高は策で覆す。皆、私の指示に従って動いてくれ。主要部隊は城の正面にて陽動。その間にリクソンたちは裏へ回り、家計を仕掛けよ。将校、この奇襲が戦の流れを決する。はしゃぎすぎて敵に蹴取られるのだ。やはり来たか。ここから先へは一歩も進ませんぞ。おとなしくするんだな。見つかってしまったか。騒がれる前に倒さねば。さあ始めるの。動く者がいなくなるまで狩り尽くす。家族総出てきやがって。相手するこっちの身にもなるってんだ。なに心配するな。ここで俺が楽にしろ。ここに距離を取りか。距離か。距離メスが出られたんだ。ぶっ倒す。ここだぜ。すぐ楽にしてで突撃してきた。その腕の
倒す。手加減は無用だ。悪いが、ここでお引き取り願おうか。くっ、出番だ。私も見習わなきゃ。お、城の裏に池がある。しかしリクソン、ここからどう奇襲するのか。この池の下には隠し通路があるそうです。それを使い敵の背後を取ります。まずは池の水を抜く必要がありますね。水門を開け水位を下げましょう。これが隠し通路のようですね。さあ、あそこから城内に入りましょう。殿の元へは絶対に行かせません。この学部全力でお相手します。やっぱり行けたら来やがったが、俺の感度はどうも冴えてるぜ。注意がほとばしていた。やっぱり負けてやるわけにはいかない。ガクブンお手合わせ願います。いざ、リー・マンセル、またの名をカンナ・サウル男ってか。今こそ好機、巨匠城に火を放つのです。策はなった。今こそ曹操を打ち果たす時。どうしてするんだろう。一人か、随分と舐められたよ。一人で戦ってるでね。寂しいね。尊敬よ、乱世の兵、わしと親友を決するのは貴様か。いや、そうそう、今の俺は一回の勝負。出せん、お前を決して手をつかんだ。我が息子剣だ。こうも焦ったか。俺の画集がお前を殺すのか。戦を知らぬバカ者。首を差し出しな。
そうそう、野心を捨て共に定律の道を探さんか。劉備、お前、そして私、三者で支える天下があってもよいと私は思うのだ。できんな。我が道は波動、我が理想は絶対的な力と断り、手を取り合い、はかりを揺らし続ける。そこに真の平穏などありはせぬ。考えを変えられぬか。私の理想に手を貸してはくれぬか。わしも男、生きるも死ぬも己が道の上よ。行け、高等の捕らえよ。お主が乱世の勝者だ。そうそう、私とは違う道で平穏の天下を求めた男よ。ならば私はせめてその願いだけでも共に抱いて進むとしよう。曹操は死力を尽くして孫権と戦い、己を貫いて巨匠に散った。孫権は巨匠を制圧すると官室の帝を保護。この戦をもって群雄割拠の時代は終わりを告げた。そして1年後、孫権は官室の帝の賛同を得て帝室の廃止を宣言。呉、蜀、魏の三国による講和の下での定律を提唱した。劉備は初め官室廃止に戸惑うが、孫権の大義を汲みこれを了承。また義を継いだ曹丕も戦乱を繰り返す愚を否定、孫権に従う。こうして天下は新たな形を成し、帝をいただかずに進むこととなった。絶対的な権威なき世、そこには多くの困難が待つやもしれない。しかし孫権はそれこそが人の世のあるべき姿と信じる。虎は乱世を駆け抜け、今新たな時代が始まる。飲んでいるか。ああ、飲んでいるとも、孫権殿。うん。やむを得まい、父を討ち、講和の名手となった男となど、そうそう組み交わせるはずもない。だがこの講和、そして乱世の終結、あの男の英断あってこそだ。天下など人の身には大きすぎる。誰かが一人で背負うなど考えずともよいのだ。導き合い、支え合う、そう、ここにいる皆で、いや
ここにいない全ての者とも手を取り合い、まだ見ぬ時代を作っていくのだ。ご機嫌ね、ケニー様。みんな、共に祝おう。新たな天下の始まりを。新たな天下の始まりを。